ただいまより岐阜聖徳学園大学仏教文化研究所開所10周年記念式典を執り行います。夜明けとも言うべき黎明期を糧として、これから高く高く日の昇る、そうした活躍をですね、この仏教文化研究所が担って、多くの方々にその仏教精神を広く発信していく必要があるんだ。インドでは送り火って風習があるんです。まあ、日本で言いましたら精霊流しみたいなもんですけど、そんな真似をして彼が今にもインドガンジス川に火を流そうとしている、そんな1ページがございました。そのこちら側に白い文字が見えますが、それが私の納棺日記の中から引用された文章でございました。そこに何が書いてあるかと申しますと、何も宇治の掃除までしなくてもいいんだけど、ここで葬式を出すことになるかもしれないと思って、私は宇治をかき集めてと。宇治をかき集めているうちに一匹一匹の宇治が鮮明に見え始めた。 畳を必死で逃げてる宇治もいる、柱をよじ登ってるやつまでいる。宇治も命なんだ。そう思うと宇治たちが光って見えたという文章が引用されておりました。私は大変驚きました。と申しますのは、私の方にいろんなことを書いてあるんだけど、夜によって宇治が光って見えたという文章を彼が選んでいると、これ17年前の写真でございまして、彼は今43歳でございますが、この写真は26歳の時の写真です。26歳の若い青年が、俳優が、しかも少し前までアイドルとしてちゃやほやされていた、そんな男が宇治が光って見えたという文章を選んだということに、私は大変驚きを覚えました。と申しますのは、仏教に一切至上質仏性という言葉がございます。生きとし生きるものみんな命であるという捉え方だと思います。そんな思いで私が書いた文章でございました。皆さんご存知だと思いますけど、平成9年に榊原生徒という少年の事件がありました。14歳の少年がね、大事件を起こしました。日本中を震撼させました。その次の年、文藝春秋という会社がその警察が調べた供述調書をすっぱ抜きました。それをちょっとコピーして持ってきました。その中にこんな文章があります。君はなぜ人を殺そうなどと思ったんですかという著作官の質問に対して、 A 少年は次のように答えております。僕は家族のことなんか何とも思ってなかったんですが、おばあちゃんだけは大事な人だったんです。そのおばあちゃんが僕が小学校の時死んでしまったの。僕からおばあちゃんを奪い取ってたのは死というもんです。だから僕は死とは何かと思うようになったんです。だから僕は死とは何かどうしても知りたくなり、最初はカエルやナメクジを殺してたんですが、その後は猫を殺してたんですが、町内の猫を何匹殺しても死とは何かわからないの。やはり人間を殺してみなければ本当のことはわからないと思うようになっていったんです。このように彼は当時の14歳の時、まあ15歳の時ですね、警察で供述しております。もしこの供述がですね、あの事件にある根っこにある動機であるならば、大人社会が少年たちに死の現場を見せまい、死のことは語らまい、
苦しみや悲しみを与え前として育てるのが親の役目であるような社会を構築してきたからではないだろうかと、このように私は思えてなります。もっと分かりやすくするためにもう一つ例を挙げます。九州のあるお寺に公園に行きました。二日市というお寺で、正行寺というお寺に行きました。その住職は、あの出光の会長社長を務められた石田さんのご長男が養子に入っているお寺でした。ちょうど行きました時に石田さんの一式でした。帰りに未亡人と住職から一冊の小冊子をいただきました。それはどんな冊子かと申しますと、17人の親族が石田さんの臨終の場にいて、その時の感想文を書かれた文章でございました。その中で一番素晴らしいのは14歳のお孫さんの作文でした。14歳といえば先ほど言った坂脇原生徒と同じ年代の少年です。こんな文章です。僕はおじいちゃんからいろんなことを教えてもらいました。特に大切なことを教えてもらったのはおじいちゃんが亡くなる前の3日間でした。今までテレビなどで人が死ぬと周りの人がとても辛そうに泣いてるのを見て、なんでそこまで悲しいのだろうかと思ってました。しかしいざ僕のおじいちゃんが亡くなろうとしているところにそばにいて、僕はとても寂しく悲しく辛くて涙が止まりませんでした。その時おじいちゃんは僕に本当の人の命の尊さを教えてくださったように思います。それに最後にどうしても忘れられないことがあります。それはおじいちゃんの顔です。それはおじいちゃんの遺体の笑顔です。とてもおおらかな笑顔でした。いつまでも僕を見守ってくださることを約束しておられるような笑顔でした。おじいちゃんありがとうございました。こんな作文です。私が何を言いたいかと申します。この2人の14歳の少年のこの違いを申し上げたい。どこが違うか、実に単純なことです。九州の石田少年の場合、おじいちゃんが亡くなるその臨終の場にいたということです。死というものを五感で認識しているということです。この五感で認識するという世界が大事なんです。元木君がインドベナルスに行ったからこそここでは生と死がつながってるんじゃないかという五感で認識した。禅宗では禅起源と申しますが、とにかくその五感で認識してる、ね、だからこそ言える文章があります。おじいちゃんは黙って死んでいってるのに、その時おじいちゃんは僕に人の命の尊さを教えてください。それに最後に、それはおじいちゃんの顔です。それはおじいちゃんの遺体の笑顔です。これはね、その場にいた子じゃないと書けないんですよ。なぜならば2日ほど経って葬祭場のおかんの蓋を見て覗いた時はデスマスクですから、そんなのを見てね、おじいちゃんの笑顔ですなんて笑顔、絶対文章は出てこないんですね。これはね、この死の瞬間にしか、生と死が交差する瞬間にしか死の実相はないんです。命のバトンタッチ、今日の演題でございます。人は必ず死ぬんだから命のバトンタッチがあるんです。死に臨んで先に行く人がありがとうと言えば、残る人がありがとうと答える、そんなバトンタッチがあるんです。死から目を背けている人は見損なうかもしれませんが、目と目で交わす一瞬の命のバトンタッチがあるんです。どうもありがとうございます。今日はですね、先ほどご紹介がありました、哲学の立場からホロ先生、そして、仏教学の立場から、岩上先生、そしてここは、仏教系の大学でも浄土真宗本願寺や西本願寺系の関係学校でありますから、浄土真宗という親鸞聖人の名教えの立場から、渡辺先生に、パネリストとして、ですね、パネリストになっていただきまして、命に関するシンポジウムを進めていきたいと思います。ですね、私も実は死のうかと思って考えたことがあったんでございます。ここにおられる先生みんないい先生ばっかりですけど、世の中はこんな先生ばっかりじゃないわけでございまして、お坊さんばっかりじゃないわけでございましてですね、坊主に殺されかけたというような感じでございます。もう選択肢がなくなっていて、生きるか死ぬかっていうのを自分の実質の中でずっともう判断っていうのか、オプションがなくなっていくような精神状態になります。私の場合はたまたま念仏で殺されかけましたけども、ずっとその時に、目の前にマハトマ・ガンディの書物がありまして、それ開いて、ああもっと強く生きなきゃっていうので、なんとか今ここに命いただいてるわけでございますけれども、
そういうことを考えていきますと、やっぱりこれは社会的な問題として、あの時に誰かが一人手を差し伸べてくれればもっと目が開けてくるわけでございますから、そんなところから自死ということに対してもそれなりに考えるようになりました。ただし生かされている命の気づきというのは一人だけの気づきでは、そういうふうに孤独の中で自死を選んでしまう場合もありますので、社会的な共有概念としてそれぞれの命の気づきがあれば自死というのもですね、止められることができるようには思います。私は思うんですよ、3万人も自殺者がこのように10年間も12年間も続いて、なおかつロシアについて世界第2の人口対比自殺率ですよ。今日本の国はそんな国になっちゃう、にもかかわらずですよ、皆さん、まあ、ファンの方は俺たち失礼ですけどね、太宰にしろ、有島にしろ、芥川龍之介にしろ、川田康成にしろ、江藤淳にしろ、三島由紀夫にしろ、吉村にしろ、全部自殺じゃないですか。私は文学やね、知識ではね、絶対ね、少年たち育てられないと思うんですよ。子供たちっていうのは大人の背中見で育ってるんですよ。そのパラダイムをね、シフトしないんです。ね、作家だから許されるんですか、自殺を。人格と才能が違うものなんですよ。そこら辺りのところを非常に感じることでした。まさにその、青木先生おっしゃったような、日本を代表する知識人というような文学者はまさに日本のエリートですから、そのこの確立ということは最も強く求められてきた日本人の中でもそうだと思うんです。そういう知識層だからこそこう確立、みんなが知っている方じゃなくて私の命なんだっていう、そこっていうことを確立しなければならないっていう至上命題が、まさにそういうエリートとしての文学者に、そういう、これ私の命だから私が自分で、自分自身で決断して死を選ぶのだというそういう態度を取らしめる大きな原因が出るんじゃないかなというふうに感じました。自殺する方どういうふうにですね減らしていくのかということで、その安心して悩むことのできる社会というのを、みんなが目指していったらいいじゃないか。つまりその、さまざまな悩みや苦しみがあるということをですね、否定的に、そしてまたそういうことが本来あってはならないんだというふうに、考えるのではなくてですね、まさにこの躯体の教え通り、お釈迦様もですね、そういう思い通りにならないさまざまな悩み苦しみがあって、そこから出発するというふうにもおっしゃっているわけで、その苦しみ悩みがあることは異常事態ではないと、誰でもある問題なんだと、こういうことを、当事者もまた周囲もですね広く共有していくということがまず一つですね、出発点になるんじゃないか。全部的な人のせいですね。自分がこんな境遇にあるのは前世が悪いからだと、運が悪いからだと、実際こうなった時にも運が悪いからだと、前世が悪かったと、自分の努力が足らなかったということじゃなくて、全部何かのせいにする、他の人のせいにするか、運が悪いか、あるいは前世が悪いか、占いがブームになっているのはそういうことと関係があると思うんですけれども、要するに本当の自分や世の中の現実事実と正面から向き合うことをしない、向き合うことが怖い、これでは問題が解決しないということを宗教、本当に仏教は教えているんだと思います。人生は苦なりという、思い通りにならないという現実をしっかり見つめながら、それでも悩んでいるんだよっていうことは他の人と共有できるような社会にしていくところから、現代の命の問題というのは少しずつの解決の方法が見えてくるのかな、そんなことを私も今日勉強させた次第であります。以上で、岐阜聖徳学園大学仏教文化研究所開所10周年記念式典を全て終えさせていただきたいと思います。どうも皆さん今日はありがとうございました。